自宅で調理するラオス人男性自炊とは自分の食事のために自ら炊事、つまり調理を行うことである。反対後にはレストランなどで食事する外食や飲食店から調理済みの料理を届けてもらう出前が挙げられる。また近年では炊飯器や冷蔵庫、電子レンジといった調理器具の発達と普及に伴い自炊にかかる手間が省けた結果、比較的忙しい人でも ある程度は自分でご飯を炊いたり休日などに作って冷凍しておいた料理を解凍して食べられるなどという傾向も見られる。ただ、コンビニエンスストアなどでは調理済みで電子レンジに入れ加熱するだけで美味しく食べられる。弁当が比較的安価に販売されていることもあり、独身者の中でも自炊する人は限られる傾向が強く、まして自分の昼食用の弁当までも自炊で作って、 職場ないし学校などへ持っていく人は稀である。現代では、レトルト食品や、冷凍食品、インスタント食品といった調理済み食品の普及に伴って、調理の手間は軽減されるようになっている。しかし、それら調理済みの加工食品だけを食事とする場合は、自炊の範疇には含まれない傾向がある。一般的には、自ら調理する場合にのみ、 自炊とされるが、単身者が外食をせずに、インスタント食品ばかり摂取していても、自炊と説明することもある。自炊の境界線は曖昧である。自炊では、食材の吟味から、調理、盛り付けないし保存までを自分で行うため、一般の飲食店や既存の商店で売られている惣菜などと比べると、以下のような利点が発生する。自分の好みや必要に応じて、 様々に工夫を凝らす余地があるため、食に関心のある人には適切と言えよう。近年では、一人暮らしの自炊に対応して、カット済み野菜といったものも出回っており、これらを利用するだけでも随分と様変わりする料理も少なくない。また様々な食材、香辛料、調味料も日本では入手しやすくなっているため、凝った料理にも挑戦しやすい。 特に賞味期限の問題は切実で、冷蔵庫内に危険な状態になっている元食材がある場合に、食中毒の危険も発生するほか、食材を計画性なく買って、なお賞味期限を守ろうとすると、お裾分けしたりするという手もあるが、期限切れ間近な食材消費のためだけに過剰に食べざるを得なくなる事態になりかねない。また料理の腕にも絡むため、例えば同じ食材でも、 美味しい地中海風パエリアになるか、なんだかわからないもった炒めになるかという問題も発生する。ありがとうございます。